ほんまに一番チル。チル、ありがとうございます。あ、めっちゃすごい、びっくりした。金つばだ。金つばですっぽくない。金つばって何でできてるの。これあんこ。あんこやね。あんこあんの洋飯的な感じ、これ重ない。なんか失礼ですよ。うま、失礼、失礼ですよ。出してもらった食べ物をすって横に渡すのは寿司屋のジャスパーと同じことしますよ。食えないやつね。美味しそうですねみたいなこと言ってたらすって俺に渡してくる。うん、なんかちょっとさ、フルーティーじゃないけど、なんだろうこの味。感じそうじゃない。フルーティーさはない。さすがにフルーティーじゃない。ちょっとさすがにないな。でもレジメが皮違う。いや、これフルーティーだよ。ボリューム。このあんこの、あんこのこの、なん、これ、あん、あんこって何ができるの。大豆ね。小豆ね。小豆がだいぶ若い。ね、小豆が若いとフルーティーになる。フルーティーになる。へえ。あの、なんか酸味がちょっとある。それ納豆になりかけてんじゃないの。いや、違う、そっちじゃないですよ。それは、よぼってきてるんで。若い方、めっちゃ豆感感じるね。豆が若い。ノリさん、これマジでフルーティー食べてみて。絶対その口が違う違う。一口食べてみて、これフルーティーだから。本当に食べたくないよ。なんか匂いが違くない？これ金つ、違う金つばだったの？気になるな。あれ？これ言っていいですか？これなんか何？言っちゃダメなやつだよ。どうしたの？いや、食べて、食べない方がいいやつ。嘘。え、嘘。そういうもんじゃないの。いや、俺が食ったのと全然違うんだけど、匂いも見た目も。全然違う。あ、やばい。見た目も。それ食わない方がいい。これさ。それ食わない方がいい。匂ってる。フルーティー。あ、ちょっと待って。いや、食わない方がいい。俺は、俺ごめんね。3個中、4個中1個だけ開封済み。どういうこと？これ5個で入ってて。あ、そういうこと？もう3個が新しく開けたやつで、1個は開いてたやつ。いや、俺ね、もう手に取った時に、あー、全然違った。全然これダメだ。俺が食べたやつ、全然違った。俺フルーティーなのに俺が食べたやつ。なるほど、そういうことか。え？いや、お前大丈夫？大丈夫。食った？これフルーティー。ここが食った。入った方がいいんじゃないか。お前やばいぞ、これ。見た目が腐ってるもん。うわぁ、お前やばいぞこれ。フルーティーとか言う。ごめん、レベルティーやフルーティーとか言う。レベルじゃなくて、ごめん、大丈夫。ここで気づいて。俺のフルーティー。え、くっさ。え、臭いもすごい。なんかえ、全然違うじゃん見た目。そうだよ、全然違う。全然豆が若いんですよ。マジでごめん、ごめん。本当に納豆よ。もうメインいけるんすか。まあ、じゃあメインの前に一回食べてきてもらおうかな。どうぞ。来てない、来てない。金つば、金つば来てる。金つば来てるのかな、これ。金つば来てないと思うんだけど。最悪、今トイレからピッて聞こえてんけど。ガチである。この距離で聞こえるのか。その報告やめて。いらないその報告。なんか炸裂音みたいな。マジで気分悪い今。金つば、金つば来てんだって。お、金つば。大丈夫。いや、気持ちいい。え、全部出た。大丈夫。本当、本当に大丈夫。本当に大丈夫。飯食ったらすぐ出るの、いつも。前のさ、画面通りで爆発音ここまで揃えてたんだけど。俺の本当ピュッみたいな。閉めてくれないじゃん、あそこ。お前だ、閉めなかったろ。ここまでの、あれね、栓してやる系ね。栓抜けた系のね。さあ、バーン。横になって、あって、ここであるんですね。でもまだ俺、立って靴下履けるんですよ。いや、すよとか言われても、そんなの。履けないの当たり前みたいな。分からない。あれでいかない。お尻拭けるもんね。お尻に拭くのね、最近、ちょっときつくなって。いや、拭ける、拭ける、全然。
これ？全然吹けるっすけど。え、どこがきてんの？どの動作がきてんの？で、体をこうフッフッってするとこ。これが後ろから吹く。面白かった。え、これ全然 前です。前から吹く。こうこう。あれ、これゴムらしい。え、知ってた？なになに？え、うんこするじゃないですか、うん、前からのやつと後ろからのやつ、これゴブゴブらしい。後ろでしょ、絶対。俺は後ろ。前、後ろ。前？いるのに。ちょちょ、こうやってやったやつがここ触っちゃったらどうするの？こうやって終わるんだよ。あーみたいな。それでもだ。それさ、女の人だったらまだギリわかるかもしれないけど、男ってさ、いや、そう、その前から言ったらさ、その要は障害物があるし。障害物ありますね。そう、その障害物を避けなきゃいけないんです。いや、俺多分これ太って、昔ちっちゃい頃から太ってるから。いや、やってみてわかるけど、俺絶対届かないですよ。意外となんとか。もうだってこんなの絶対無理でしょ。見てこの可動域。いや、なんか美しいけどね。綺麗だね。綺麗。でもロビーナスみたいな。でもここが限界ですよ。ああ。そう。で、前だと、まあ、全然こうなれるじゃないですか。うん、そうだね。いやいや、まあ、そこまで体をひねる必要ないじゃん。無理っす。無理っす。じゃあ立っていくか。立つ。で、手どこ？で、立っていこう。了解しました。お尻触って。あ、穴まで到達って、ほら、ビデオのとこで。あ、これ本当だ。わかる。絶対届かない。あ、絶対届くもん、この試合で。俺なんか別に無理しなくても、ほら。うん。これだって、とんでもないと思うんですよ。あ、そうなんだ。うん、そうそうそう。多分俺腕も短いんだろ。だって後ろから金玉掴めるよ。マジで？え？後ろから金玉掴める、掴める。ほんまや。もう掴める。え、掴めるっすか？みんな掴める。俺全然無理。そんな経験。ここ限界。なんてこった。なんてこった。前ですね。前か。前だ。どんな切れなんだ。いや、これがね、全然切れる。意外とね、いける？いけるよ。いける。今度前から吹いてみ。え？なんならね、前の方が綺麗に吹ける可能性ある。マジっすか？あ、でもなんか確かにしっかり来る感もある。え、でもこいつら触っちゃってなんか。だからこうやってグッってやったってバッってなっちゃうから、そんな経験一度もしない。いや、てかそもそもこういって、こうね、前からこういってこういかないの。そう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 、こういった後にこうだから。もうああ、そうか、リリースか。こうやってリリースして、こう、もうこうだから。そうそうそう、リリースか。リリースして何回目かでチェックする。あ、ノーチェックでリリースするんだ。毎回じゃないか。その最初の何回か、ね、そう、2、3回。それはもう多分出た時の感覚で、感覚で分かる。まあ何回ぐらいやなっていう。でも後ろからなんだよね、川崎さん。俺は後ろ。前か、ちょ、やったことない。気になってやったことあんた。そう、言われて前って言ってやってみて。意外と無駄もない動き。俺今ちゃんとできんの。むしろ男女説も結構あったから。男の女なの。俺も男同士で話してたの。寮生活とかしてる時は大体後ろでした。いや、野球部で。だって普通はその可動域を抜きにして考えたら、前から行こうと思わないのってやっぱり障害物があるからだと思った。まあそうだね、チンがね。そうですね。工程がいるから。だってうんち、チン工程が、チン工程がいるから、うんちする時もやっぱおしっこは出るわけじゃん、日本人は。その時にさ、その前から行ったらさ、ワンチャンその先っぽが手首とかにペタってなる可能性もある。いや、ある。いや、ならんすよ。つかないの？ならんすよ。いや、なんか、いや、なんかそもそもなんかこうじゃないんだよ。そう、こうだから、こうあ、こうやるんですか？でもそれ右広めでしょ？横から入る。チンチンが右に曲がったらどうするんですか？左でもいいんじゃない？左でもあ、でも右でも左でもいきますよ。右でもあ、そう、あ、最後から抜いてくんだね。ちゃんとなるよ。私今度やってみるか。一回、まあ、いや、後ろから金玉掴めるわ。衝撃だな。後ろにみんな掴めるよ。マジで？大体掴める。みんな掴める。え、すげえ。そっちも掴めるよ。選び放題。前からも掴めるし。そう。金工程も掴めるし、玉も。へえ。どっち掴むか自分で選べる。わしづかみ掴む意味掴む意味はないですけど。まあ今俺も別に可動域の話で、まあ多分距離的にいけるやろうなと思っただけで、掴んだのは今初めて。いろいろだった。だいぶ特殊なプレイ。それは俺一人の時いつも後ろから。まあでもいっそそれ、なんか人にそれと感じで弓みたいな。後ろで前にこれ。
なんで後ろで右手までくれた最悪フルショットバラージュみたいになってくる。うわー